ほうほうほう。蓬莱山方面だよな。もうね、新城インター何回か来たことあるんだけど、そう、なんかどの道をどういう風に走るとか意識したことがなかったんでね。うん。じゃあ今回は、また有識視聴者のコメントでリクエストもあったんで、そのリクエストに沿って、走ってみたいと思います。道の駅、モックル新城。これね、すごい大きな道の駅で、ね、なんか、フードコートとかもいろんなメニューが取り揃えられてね。確かジビエのね、熊の肉を使ったラーメンとかあるんですよ。めちゃめちゃうまかった。かつて食ったことあるんですけど、めちゃめちゃうまかった。だけど、ちょっと今このご時世なんでね、さすがに人混みは避けます。絶対混んでるから。もう、行かなくてもわかる。100% 混んでる。なので避けます。それで、インター降りて、蓬莱山方面行きの途中から国道250なんたらに入る。さあ、ちゃんとね、有識視聴者のアドバイス通りに走っていけるんでしょうか。怖いですけれども。純米大吟醸、クー。これね、愛知県内によく置いてあります。めっちゃ高い日本酒だっていうのは知ってます。お酒とかもね、この年にもなってね、あんまりね、詳しくないんですよね。うん。あ、ここじゃねえ。もうちょい先だ。曲がりそうになっちゃう。いつもがこの辺で曲がっちゃいがちなんだよね、自分。だけど、この先に行くということで。うわすごい今、坂登り切ったところで、こう、日差しがファーっとね、来たんですけど、その日差しと同時に日差しによって路面の照り返しがすごいね、じわっとこう熱気が地面からむわっとこう来ましたね。すごい、これ夏の匂いがしますよ。やばい。さて、こんな感じでいいのかな、合ってるかな。まだわかんないね。157号沿いに行って、まあちょっとあと一回コメントをもう一回見直してみましょうか。すげえな、バイク乗り多いなぁ。さっきからすれ違うの ZRX なんだけど。何ミーティングかなんかあったんかね。それともない。この辺、新城市は、バイクといえば ZRX なのかな。ナイアガラの滝。あ、行きましたね。花の木公園ダム。うん。長篠園庭号ですね。おぉ。あそこに繋がってるからか、やっぱり、うん。水が綺麗。あ、すごい、キャンプやってる、あんなとこで。すごい、河原ギリギリのところでキャンプしてる人いたけど、大丈夫か、あれ。増水したら、あっという間に飲まれるぞ、あれ。いや、気をつけてくださいよ、ほんとに。怖い、怖い。うわ、すごい。森の匂いと、川の、すごい綺麗な川の匂いがする。ああ、すごい、すごい。日差しが強いからか。うん。なんだろう。水の、なんか蒸気みたいなのが、ああ、すごい。香ってくる。めちゃくちゃいい香り。すげえな。ああ。いや、いい天気だったから、いいね。この匂いと相まって。いや、晴れてよかった。お、この天気よ、この天気。素晴らしい。茶臼山高原。54キロ。ああ、あっちにも通じてんのか。わあ、なんだこれ。38.8? ただいま、あ、流量ね。あ、流量、びっくりした。あ、そうだよな。おお、なんかすごい。二ダボで二人乗りしてたよね。いやー、生きた心地しねえだろうな。後ろの人は。おお、すごい。見晴らしがいいですね。蓬莱山山方面。こっちだな。多分、有識視聴者の方の意見ではこっちに行かず。合ってんのかな、ちょっとわかんねえや。自信なくなってきた。一回ちょっとコメントを確認しますね。蓬莱山地方面右折。その後左折すると走りやすい。蓬莱山寺方面。蓬莱山寺？うん、わからんけど。今その方面には入ったから、この後左折って言ってたな。あ、後ろからバイク集団めっちゃ来てるな。この後左に入れる道っていうのがあるのかな？あ、反対側方向も道があるんだね。狭いね。お、ちょっと待って、お、いいんじゃない？この道。この道ですでに良いのでは？おーおー、毛虫がいた。引いちゃったかな？おーおーおー、この後左っていうのは、まあこっちでいいんだよな。後ろからもバイク集団が来てるってことは、まあ、やはりツーリングとしてこの道が適してるということなんだろうと思うので、まあ多分この道で合ってんのかな？ただこれ157号線ではないけれども、通ったことないな、この道。おー、なんだ、なんて読むのかわからない。いやー、バイク乗りが、ワンサカ走ってますね。いいですね。いやー、シーズン到来ということですかね。うん、いかんいかん。5速で走ってた。こういう時インジケーターあるとやっぱいいっすね。まあ、普通にいい道ですよね。こうなんかいつもの一人の感性で言ったら、こう左のこういう道、こういう道、ね。
こういうとこ行きたくなっちゃう。ああいうとこにね、いつもだったらこう入ってっちゃうんですけど、今日はちょっとこのまま行ってみましょう。だいたいいつもね、ああやって脇道に逸れていって、だん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 道が狭くなってきて、しまいには砂利道とかになってきて、悲しいことになるんですよね。もうさっきから何回も言ってるけど、森の匂いがすごいする。ああ、すごい。マイナスイオンがありそう。まあなんか、最近の調査ではね、マイナスイオンとかプラスイオンとか、数王が数枚が別に健康には何ら関係はないらしいんだけどもね。らしいですけども。まあでもやっぱ悪い気はしないよね。この森の匂いを嗅いでると、うん。いい気分にはなるよね。悪い気はしないし、なんならいい気分になるんだったら、やっぱりいい影響はあるんじゃないかって思っちゃいますけどね。うん。エビ川、一級河川、エビ川。まあ、エビがいるんだろうな。エビ川っていうぐらいだからね、エビがいるんでしょう。なかなか、ワインディングテイストな、テイストでワインディングそう。おお、なんか結構立派な滝があるじゃないの。うん。いいんじゃない？おや？なんか詰まってるね。お、スーパーカブ。わ、すげえ。オイルの匂いがめっちゃする。前の方にこれ、2ストロークバイク走ってんじゃねえか。すごい、バイクいっぱいいる。まあでも車もいっぱいいるな。すごいな。後ろのバイクはなんだ？すさまじい、なんか急車感がすごいある。おー、いい道だ。うわー、なんだこれ。なんだこれ、すごい、ゴールドウィングが、すごい、ゴールドウィングだ、また、すごい、ゴールドウィング軍団だ。そして多分私の後ろにいるのはこれ、ハーレー軍団ですね。軍団がいっぱいいる。あー、すごい、すごい。ちょっと待って、ゴールドウィングってさ、そうそう見かけないですけど、こんな固まっているのを見ることありますっていう。なかなかだよね。まあ、それゴールドウィングユーザーだったらね、まあ、集まって走ることあるだろうけど、なかなかないよね。一般ピープルからすると、特に庶民の中でも底辺を這いずり回ってるね。泥水をペロ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 毎日ね、すすってこ、私のようなね、極貧底辺低所得サラリーマンからすると、もうすごい光景でしたね。すげえ !300 万円が走ってる。いやー、ちょっと面白いものが見えましたね。あれ？何これ？工事？ん？トンネルの前で。あー、道の駅がこの後あんのか。それで混んでんだな。後ろの人たちかっけえな。ちょっと混みすぎっすね。すまん、横行くわ。ダメだ。ダメだ、ちょっとこの渋滞は耐えられない。ちょっとね、かわしてる人たちがいたんで、その人たちについていくことにします。すいません、コメントいただいた方に申し訳ない。ちょっとまた改めてね、早朝とかにリベンジしたいと思います。とりあえず今はスムーズに走ることを優先します。お、この橋も気になるけどね。まあちょっとね、予定とは外れたけど、これはこれで川により近い道が走れて、うん、面白いっちゃ面白いような気はする。うん、なんだかこう、いつも私が迷い込むような道になってきましたね。水クソ綺麗だな。これすごいですね。めちゃめちゃ水の色がすごい透明。257号に復帰しましたね。おお、え、なにこれ。え、川の真ん中になんか祠があるんだけど、なんだあれ。なんだあれは。大丈夫か。いやー、これ早朝とかでね、全然人通りがなかったりしたら、これやっちゃうね。やっちゃいかねないですね。いやー、気持ちいい。本当に気持ちいい。ちょうどいいっすね。もうやっぱ国道だからね、そんなにこう急な、なんだ、ヘアピンみたいなのはないし、うん。お、すごい、あのフェアレディ Z、オープンカーになってますね。気持ちいいだろうな。お、すごい、カブだ。あ、水汲んでる。あ、これ水汲めるんだ、湧き水。へぇ、ちょっと待って、知らんかった。そうなんだ。ちょっと待って、これ、ポイントあれだな。メモっときたいな。おぉ、ヘリコプター、あれなんだ、ドクターヘリじゃないか。ドクターヘリ降りてきてんね。あー、これやってんね。誰だ、事故ったのは。事故ったのか。まあ今流行りのね、流行り病か、ちょっとわかんないですけど、あんまりよそ見してると危ないな。すごい。ドクターヘリだ。おーおーおー、ボコボコ。ボコボコ。おー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 、これはこれは。おー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 、なんだこれ。こんな道あったっけ。おーおーおー。国道だからヘアピンないとか言ってたけど、あったね。ほー。
なんか新しく作った感じの道ですね。いい、このね、縦のライン。ああ、これ怖い。怖い。ああ、終わった。おお、なんか、すごく山ん中走ってる感がありますね。いや、いいっすね。もうみんな思い思いの好きなバイクで、こういうとこまで走りに来てね。なかなかなんかいい道ですね。やばい、これは楽しくなってしまう。ああ、楽しくなっちゃう。あかん、あかん。ちょっと抑えていきましょうね。さっきいたバイクはだいぶ先の方まで行っちゃったのかな。まあね、まったり行きましょう。いやー、いいなー。おー、あかんぞ、この楽しさ。あかんぞ。なかなかいいね、これ癖になっちゃうなー。いやー、楽しい。おー、 CB1100。いやー、いいっすね。やばい、黙ってしまう。楽しくて道に集中してしまうね。いや、どうしてもね、やっぱりこういい感じのワインディングでこう重力にね身を任せてる時ってこう楽しくて、その道に集中しちゃうんだよね。そう、その結果ね、もう我を忘れてしまうっていうのがあって、ダメだね。こうやってちょっと、おー、結構な角度でワインディングをこう飛ばしてらっしゃいますね。そうね、たまにああいうバイクがオーバースピードでセンターライン割ってきたりするんでね。特に左カーブだとね、R がきついもんだから、ちょっと外側にいとこうか、右カーブの時も。おーほー、おほーって感じだね。うほーって感じ。いや、いいっすね。そしてスーパーセブン。こういう道来ると、大抵いるよね、スーパーセブン。なんなの。すごいよな、ほんとあれ。そんなに売れてんの？まず街中じゃ見かけないのに、峠に来るとめちゃくちゃいりますよね。いや、すごい。あー、この森の匂いとね、この天気、明るい道、そしてワインディング。いやー、たまらんね。たまらない日曜日ですね。もうね、カリッカリに目を釣り上げてオラーっつって気合い入れて飛ばしたりなんかしなくても、もう普通にまったり走ってるだけでね、楽しいね。まあバイクがいいっていうのは一個あるんだろうけどね。手前味噌ですけれども、バイクがやっぱいいバイクだからな、どこ走っても楽しいんだよな。おー、あれは池ということなのか。あ、こっから下りなのかな。おー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 、あ、いいんでねえの。こんな山の中に平野があるんです、開けたところが。あ、毎度毎度言ってますけどね、これぞ田舎道、これですよ。いや、いいですね。多分ね、この道通ったことないわ。あー、やばいなー。あ、すごい、なんか牧場みたいな感じ。もうさ、こんないい道でさ、こんないい天気だったら、そしてこんな気持ちいい気温であれば、もうどんなバイクで来ても楽しいわな、これ。スーパーカブだろうが、もうスクーターのディオとかであろうが、ビッグスクーターだろうが、アメリカンだろうが、SS だろうが、ネイキッドだろうが、オフ車だろうが、何に乗ってたって、この道は楽しいな。うん。いやー、いいな。あ、カフェがあるんだ、こんなところに。お、バイクが止まってる。なんか随分背の低い電柱というか、鉄塔みたいなのがあるけど、見たことないね、あんなん。おー、今、田植えが終わったばっかりなのかな。いいっすね。空が反射してて、めちゃくちゃ綺麗。おー、開けてんね。夢山水。地酒をあれしてんのかね。この辺の地酒ですよっていうことで、ああいうボトルでアピールしてとかね。ボトル型の、なんか急に風が強くなってきたな。大丈夫か。まだ5月なんだということをね、しみじみと思い知らされてますね。うん。あ、そしてまた空ね。だからそんなに空空空ってね、看板見せられると、なんかちょっと、どうせ買うなら空かなって思っちゃうよね。おぉ、11時40分。あ、結構いい感じのお昼時だな。腹減ってきたな。腹減ってきたなっていう時にこう、道の駅とか見るとめっちゃ人いるからね。ちょっと入りづらいね。うん。人が多い。めちゃめちゃバイクがいっぱいいる。すごっ。お、いいですね。川沿いに出てきましたね。そうそう。これ、こういうのですよ。ああ、川の匂い。いや、すごいね。名古屋ってそんなにバイク見かけないんですよ。街中走ってても。でも、こういう山の中来るとバイクだらけで、普段みんなどこにいんのって思うよね。すごいね。